友江橋は、広島県三好市を流れる毛来川に架かる道路橋である。三次市のシンボルとして知られる。河の川と蒙来川の合流地点から上流へ500メートルの位置に位置する国道375号の橋で、三次、四三次町と同市等が市町とを結ぶ。この辺りは、河の川の本流に、西白川、毛来川が合流する地点であり、三本の川が、 合わさるそのありさまがともえを連想させることから、ともえと呼ばれている。ともえ橋の名は、このともえの様が由来している。車道部分は片側一車線で、歩道が橋の両側に設けられている。歩道には、花壇がある他に展望台も設置されており、市民の憩いの場所としての設計がされている。三次迂回は毎年夏にこの橋周辺で行われている。三次は、 古来から交通の要衝であり、山陽、山陰諸国を結ぶ街道の分岐点として、多くの人々や物資が行き交った。江戸時代以降、福島市、後、貧後三次藩所大藩主、浅野長春が入法すると、浅野市による統治が始まった。ただ防衛上の理由などから川への佳境は認められず、この地には、 岩上の私というと線があるのみだった。この地に橋が架けられたのは、江戸時代末期のことで、岩上橋という名が付けられた。当時、こんにゃく橋という呼び名であったと記録があるため、仮設の橋であったと推測されている。明治時代になってからともえ橋の名が生まれ、1888年木橋に架け替え、1938年コンクリート橋に架け替え、 1983年現在のアーチ橋に掛け替えられた。架橋後、1992年と2010年に塗り直し工事が行われている。ありがとうございます。